三オ薫、ああ顔で、その瞬間を凝視。三オ薫はその現場を間近から目撃していた。試合終盤でその事件は起こった。三島の同僚の放ったシュートが相手の手に当たった。三島も目の前で起こったハンドによるシュート阻止を凝視していた。一度、主審によってコーナーキックの判定になる。一部始終を目の前で目撃していた三オ薫らが猛抗議に。 この講義が功を奏し、VAR の介入もあって PK へと判定が覆った。手を出しに行ってるわら。これはハンドわら。一発レッドだろ。手しか出してないわら。恋にハンドしてる。この後同じ選手がペナルティーエリア内で再びハンドした。コーナーキックならハンドですよね。 マクアリスタは PK うまいな。VAR があってよかった。ニトマ、ああ。